はい、今日はとうとうついにソフトバンクから iPhone6 プラスが来ました。13日の深夜の0時46分にオンラインネット予約しました。そしたら届きました。今日届きましたってことで、ソフトバンクの iPhone6 プラスの 128GB シルバーです。では早速開けていきたいと思います。はい、で届いた感じはこんな感じでございます。 iPhone 裏は見せちゃいけないんで、ちょっと番号があるん で表面はこのような真っ白です。で横はまあこんな感じか。ということで開けていきましょう。はい、ペリ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 とか言って、はい、タッタタッタタン。おお、すげえ、これぞまさに iPhone6 プラスですね。はい、というわけでもうちょっと初持ちをやってみよう。お、裏はこんな感じですね。白シルバー。お、曲がりそうで怖いな。こんな薄さですね。もう結構持ちにくさはないっていう、結構いいかもしれませんね。ではちょっと早速他の機種と比べてみましょう。はい、では早速比べたいと思います。右が iPhone6 プラスで、こっちが iPhone5 ですね。 2、3年前のこんくらい違います、大きさが。で他の機種と比べますとこんな感じでございます。 iPhone6 プラス、 iPhone5、 iPhone4、 iPhone4、 iPod Touch、 iPod Touch、 Apple TV、 iPad に MacBook Pro という、よし、他の機種と比べるとこんな感じの出来栄えです。ってことで iPhone6 プラスがこちらですね。はい、ということで iPhone5 と iPhone6 プラスをちょっと見比べてみましょう。こっちの黄ばんだ白と綺麗な白です。はい、ってことでまあこんな感じですね。まあ、見た通り説明はもう他の YouTuber さんと違ってるので、薄さはこんだけ違います。まあ、ケースはめてるからちょっと分かりにくいんです。ちょっとめんどくさい。いや、ここはちゃんと説明しないと、動画 YouTuber として。薄さはこんだけ違いますね。やっぱ6プラスの方がちょっと薄いで、ボタンは長細くなって、こっちはプラスマイナスで、ここに、でちなみにここに iPhone5 はボタンあったんですけど、6プラスにはこっちにはありません。ってことでこの電源ボタンがここのプラスでは右になりました。でここが SIM カード入れるところ、ここのカメラの部分がちょっと出っ張ってるんですよね。でちょっとケースとかいろいろ保護フィルムとか貼るために、ちょっとまずここ剥がさないで次回の動画で貼っていきたいと思います。ということでまずは iPhone6 プラス開封の儀でした。では次の動画まで楽しみにお待ちください。ではさよなら。